を作っていたら縫い代が横にずれるし伸びて長さが合わないんだけど、何かいい方法ある？これは洋裁初心者が通る道だね。そういう人には布用のアイロンでくっつく両面テープをおすすめするよ。貼り付けるからずれないし伸びないので縫いやすさも全然違いますよ。慣れている人でも起こりやすいポケットや裏地のずれも起きにくくなります。経験者が技術を使ってきれいに縫えるものを、技術がなくても道具がカバーしてくれる、それがこれ熱接着の両面テープです。初心者の方は騙されたと思って使ってみてください。おすすめはラックテープと N です。ラックテープはアイロンで貼った後剥離紙を剥がすとちょっとだけペタペタしています。これで仮止めができるんですね。模様とか位置合わせを何度もやり直したいときにとっても便利なんです。アイロンを15秒かけるとしっかりくっつきます。 N は強力です。ファスナーは熱接着の両面テープが剥がれやすいのですが、 N は他のものよりしっかりくっつきます。模様など縫い目を出したくないところでラインなどをつけたい場合は N がおすすめです。使い方、触ってみてツルツルした方が剥離紙です。ザラザラした方が接着剤になります。接着剤の方を下にしてアイロンをかけます。最初の仮止めは8秒くらいでも大丈夫ですが、剥離紙を剥がした後は15秒押さえてください。ラックテープの場合、仮止めして布を動かし回さなければアイロンをかけずにそのままミシンで縫っても大丈夫です。通常の両面テープは手や針にベタベタくっついて作業がしづらかったり、ミシンで上を縫うと糸が切れたりするのですが、熱接着の両面テープはアイロンで熱を加えない限り手につきません。またアイロンで貼り付けるまで布も汚れないんですよ。洋裁がより楽しくなる道具なので、ぜひ使ってみてね。この動画の内容は覚えなくていいんです。見てもわからないというのは理解する能力がないからではなく、頭で想像するための材料、情報が足りないだけなんです。だからその情報を増やすためには覚えるのではなく、実際に作業をしながら動画を一時停止して同じように真似をしてみてください。手を動かすのが先です。情報が揃えば理解は後からついてきますよ。もっと洋裁のことを知りたい、いろいろ作りたいという方は洋裁工房をフォローしてね。